MLB アスレチックス藤浪晋太郎、救援登板も1回3分の1を2失点、連続三振スタートもその後に3連続長短打。アスレチックス藤浪晋太郎投手29が16日日本時間17日、本拠地オークランドでのダイヤモンドバックス戦に救援登板した。2点ビハインドの7回に3番手としてマウンドに上がり、連続三振を奪ったものの西から3連続長短打を浴びて2失点、8回1死1塁の場面で降板し、1回3分の1を投げて2失点で3戦連続無失点投球はならなかった。平常運転、藤浪さんはこうでなきゃ。こいつマジで見るものを虜にするような連続三振で期待させといてから2失点って最高のエンターテイナーだろ。藤浪はこうじゃないと、滅多にない良いピッチングの時に喜びが倍増する。でも防御率はさらに良くなったんじゃないか？順調じゃん。アメリカに行っても変わらない藤浪の信頼度。最後までメジャーに残れたら実質サイヤング投手。この程度では物足りないよね。1回3分の1を3安打4四球2四球5失点くらいしないと満足できない体になってしまったわ。藤浪にとってはこれくらいなら0点に抑えたと同じだから防御率も 0.00。 今日はガチャ失敗か。まあ打ってくれて四死球率は減ったしプラスだな。藤浪、四死球は出してないから。だいたいアウト打ったと取ると1点取られるピッチャー。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。